ペティス軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,201人であり、2000年の39,403人から7.1%増加した。軍庁所在地はセデリア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ペティス軍は1833年1月24日に組織化され、 軍名は、ミズーリ州選出アメリカ合衆国会議員と、州務長官を務めたスペンサー・ダーウィン・ペティスに、ちなんで名付けられた。ペティス軍のセデリアは、ミズーリ州祭の会場になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は686.34平方マイルであり、このうち陸地684.82平方マイル。 水域は1.52平方マイルで、水域率は0.22%である。ミズーリ集済以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の高等教育機関としては、セデリア市に、公立2年生、コミュニティカレッジのステートフェアコミュニティカレッジがある。ペティス軍の地方レベルでは、共和党が大半の政治を支配しており、 軍の選挙で選ばれる役職は3人を除いて独占している。国政2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙でペティス軍は共和党のジョン・マケインと民主党のヒラリー・クリントンを選んだ。民主党の予備選挙ではヒラリー・クリントンが1位となり、さらに2位になったバラク・オバマと共に共和党予備選挙で 各候補に投じられた票数よりも多かった。ありがとうございます。